カツ丼チャンネルを作りたい。その一心で、私はこの動画を作っております。実は私が過去に投稿した、カツ丼チャンネル様に関する解説動画が、なぜか急激に伸びています。とある事柄が話題になると、その事柄に関する過去動画が、やけに再生される。という現象はよくあります。しかしカツ丼チャンネルが、世間でそんな話題になることってあるか、と私は疑問に思いました。失礼。それでですね、カツ丼チャンネルについて調べてみたところ、現在話題になっている、とある炎上騒動で、カツ丼チャンネルの名前が出てきたそうですね。まあ簡単に言うと、大阪王将の炎上の件で、カツ丼様が一枚噛んでるとか、噛んでないとか、ということです。私としては、彼が関わっているかどうかとかよりも、カツ丼様の名前が出てきた時点で、もう死ぬほどくっそ面白いです。いや、そんなところで話題になってるのかよ。これはさすがに予想外でしたね。ほんま謎すぎて笑うわ。まさかあの騒動で、カツ丼様の名前が出てくるとは、唐突にカツ丼様に対して、スポットライトが当てられることになり、長らくカツ丼様を追っていた身としては、草を禁じ得ません。この言葉ご用するなよカツ丼。まあ本人は一応働いているみたいなので、詳細の確認が取れるまでは、炎上の件は一旦置いておくとして、すごく面白かったのは、カツ丼様が、密かに YouTube チャンネルを作って、動画投稿をしていたことです。あれやっぱり本人なんですね。まあお前隠す気があるのか、というレベルで、動画の構成がまんまカツ丼チャンネルでしたから、あれで隠し通せると思っているあたりが、やはり頭カツ丼チャンネルですね。顔を隠せば絶対バレないと思ってそう。しかし私は、例の件で名前が出たカツ丼様と、私の知るカツ丼様が、同一人物だとは信じたくないという思いもあります。たまたま名前が偶然同じの、別人。なんてことはないですかね。まあないでしょうね。彼の言うカツ丼様とは、本当にあのカツ丼様なんですかね。いまいち実感がないです。頭おかしなるで、どうしても笑ってしまうのと同時に、もしこの件でカツ丼様の知名度が、爆発的に上がってしまったらどうしよう。と心配しています。カツ丼様に関するコンテンツ自体が、かなり人を選ぶタイプのものなので、それに大量の新参が流入してきたら、いろいろ面倒なことが起きるのでは。という危惧もあります。まあ別に正直どうでもいいんですけどね。でも過激派兄貴が大量に入ってきたら面倒ですし、ちょっと心配だぜ。カツ丼様の関連コンテンツは、そもそも本人が人を選ぶタイプの存在であるため、なんとなく全体的にパッとしない、という雰囲気があります。面白いカツ丼 MAD でも、カツ丼様の知名度がいまいちないため、そんなに伸びていなかったり、見どころ3しかないカツ丼総集編動画が、そこまで伸びていなかったりとか、例えば今回の騒動がきっかけで、カツ丼様がシャム様のように、変に人気出ちゃったらどうしよう。マジで、正直私としては、ここ数年くらい、大阪王将には全く行っていないので、大阪王将の件よりも、カツ丼チャンネルの件が気になって、仕方ありません。というわけでもし、この動画を見ている視聴者兄貴の中で、カツ丼って誰?という人がいましたら、私のカツ丼解説動画を見るか、ニコニコや YouTube で、カツ丼、サイコマルマイン、などと検索してみてください。いやーまさか、こんなに自然な流れで、カツ丼チャンネルを布教できる日が来るとは、もし興味があったら、カツ丼チャンネルの総集編を見てみてください。頭おかしなるで、最後までご視聴ありがとうございました。